北門信用金庫、手稲前田支店北門信用金庫は、北海道滝川市に本店を置く信用金庫。滝川市、歌市内市、内江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町の指定金融機関である。通称は、北門。東金庫は、滝川市に本店を置き、主に中空地球市町を中心に営業活動が行われている。 南空地の岩見沢市にも支店を置き、また札幌市周辺にも支店を置いている。深川市に本店のある北空地信用金庫は滝川市に支店を置いているのにもかかわらず、東金庫は深川市に支店を置いていない。名称の北門は空地地方が明治時代に東電平村が最も多く配置されたことから北門の地と呼ばれ、 特に明治31年の上川鉄道開業まで、石狩川の水運や鉄道網の北端として、交通の拠点で、東電兵の重要拠点とされた空地部とが北門と呼ばれたことに由来し、中空地信用金庫時代に、業務地域の拡大に伴い、中空地の名称のもどくや他の空地管内の金融機関と混同するといった混乱が生じたため、変更された。 自己資本比率は20.28%となっている。2009年3月期には保有株式の評価損等の影響で、当基準損失が約31億円と大幅な赤字を計上したため、一時自己資本比率が低下する局面もあったが、すぐに従前の水準まで回復している。ロゴマークは、北門信用金庫への変更に合わせて、長井和正がデザインし、 金庫の基本理念に基づき地域社会と知恵の強い、信用金庫が互いに腕を組み歩む姿と限りない、発展を髪型に伸びる植物の成長になぞらえたものとしている。横浜市営地下鉄とロゴマークのデザインが告示しているが、特に関係はない。旧本店ビルスポーツ振興くじ当選券の払い戻し店は以下の店舗でのみ取り扱う。 ABCDEFGHI 北門、信用金庫50年式北門信用金庫平成23年度上期、北門信金の現況、P に主要な経営指標の推移リポート2009、北門信用金庫の現況、ABCDEFGHIJK 中新20年の、歩み中空地信用金庫北門信用金庫に、対する行政処分について、 金融庁2006年6月16日、渡辺博人、北洋銀と北門新金、再建流動化で提携、建設業発展支える。毎日新聞北門新金が新本店ビル創立70周年の2018年度に、春工北海道リアルエコノミー2017年1月16日、本店移転のお知らせ北門新用金庫。ありがとうございます。